これで清々した。お前らもう俺のこと忘れてくれ。俺もお前らのことはもう忘れる。ちょっと待ってくれ。雄一を一人で行かせるわけにはいかない。学、実は俺もゲーム中に嘘をついた。だから俺にも神罰を下してくれ。今さら何さ。第3ピリオドで俺と志保ちゃんが付き合ってたっていう陰口があっただろ。あれは俺が志保ちゃんに対して恋愛感情があって初めて成立すると言ったよな。ああ、うん、言ったね。あれが嘘だったんだ。俺は志保ちゃんに恋愛感情を持ったことは一度もない。はあ、どういうこと？俺が今回みんなの友情を壊そうと思ったのはある人の心を独占したかったからだ。ある人？俺が本当に好きなのは雄一だったんだ。ん？はあ？俺は雄一のことがずっと好きで、モテモテのあいつに振り向いてもらいたくてこんなことを。ちょっと何を苦し紛れに変なこと言わないでよ。そんなのわざとゴールするための作り話でしょ。分かってる、証明すればいいんだよ。なあ雄一、お前は初めてか。何が？俺は初めてだ。だからよく作法は分からんが、とりあえずメガネは取るぞ。証明完了。第3ゲームはお二人でどうぞ。行こう雄一、俺とお前なら友達ゲームの本当の闇と戦える。